政府は月例経済報告で景気判断を4ヶ月ぶりに上方修正しました。今月の月例経済報告は景気の基調判断を先月の持ち直しの動きが続いているものの一部に弱さが見られるから持ち直しの動きが見られるに引き上げました。まん延防止措置の解除以降、外食や旅行などの消費に持ち直しの動きが見られ、4ヶ月ぶりに判断を上方修正しました。先行きについては、原材料価格の上昇などによる下振れリスクに十分注意する必要があるとしています。